2021オートバックスーパー GT ラウンド7モテギ GT300 キロレース。GT300 のスタートはアップガレージの後ろからスバル BRZ がいいかな、スバル BRZ がいいんじゃないですか。 BRZ が前に出たが、しかしインサイドを通っているアップガレージ、さあ取り返せるか。いや、スバル BRZ 前です。いやー、ちょっと上へとモロともしないスタートラッシュ、素晴らしいです。スバルは2番手アップガレージ、抜いた後1秒1の差です。いやでもこのペースのままもし BRZ が走り切れるならば、まあ相当車は速いですね。さあ ARTA がアウトサイドから90度コーナー狙っていく、オーバーテイクして、これで ARTA 前か。BRZ が入ります。四輪交換ですね。四輪全部変えますね。ここの立ち上がりですね。そうですね。ただうまく井口ですか。井口選手もしのいでますね。さあ90度コーナーに向けてここからダウンヒール伸びてくるか。裏間前はスバル BRZ、さあ温まるのかタイヤ、それとも熱いインの差しがあるのか。小暮守ったか井口、行かせません。チャンピオンかかってますからね。あーっと、もう一回ラスト接触あった。3コーナーで接触、スバルだ、スバルだ、あースバルが高速。スバル BRZ はホッピーの後ろ6番手でフィニッシュ。やっぱ今回、まあ、ミスしてしまった部分もありますし、その部分を結果で返すしかないと思うんで、最終戦までにしっかり準備して、とにかく速くて強い BRZ をまた見せたいです。今僕たちが置かれている状況っていうのは、多分みんな一人一人しっかり分かっていると思うので、いかにやっぱそのプレッシャーの中で戦って、自分のその攻める中でもやっぱり誰だって恐怖心はあると思うので、でもそれと戦わなければこの業界というのかレースは勝てないので、まあ、一人一人それをまた最終戦前に一度もう一回気を引き締めて、しっかり前を向いて頑張っていきたいなと思います。最終戦に向けてはまた台数が数台に優勝できる候補を絞られてきたので、とにかくライバルの前に立つのが基本なんですけども、まあ、そうも言ってらんないので、もうてっぺん目指して車仕上げてみんなで勝負に行きたいと思います。